こんにちは、アレルヤチャンネルです。本日の動画はこちら、お財布ポシェットバリアスをレビューしてみようと思います。いや、もう最近ね、動画撮ってて思ったんですよ、自分で。いや、もうタイディ 2.0 やらタイディスリムやらフォリオやら、もう同じ財布しかないんかいと、アレルヤにはそれしかないんかいと。いや、そんなことないんですよ。アレルヤにもいろんな革財布とか革のバッグとか革の小物とかもたくさんあって、その中で人気なのがやっぱりタイディシリーズになっちゃうんで、ちょっと使ってるんですけど、まあ今回はね、ちょっと違うところにフォーカスして、まあ、個人的アレルヤでナンバーワンのおすすめしたいアイテム、それがこちらのお財布ポシェットバリアスです。簡単に言ったら、長財布とちっちゃいバッグがこう合体したようなアイテムで、めちゃくちゃ便利です。ビジュアルはね、レディースの方をターゲットにしたようなアイテムなんですけど、これね、おしゃれに敏感な男性の方とか、まあシンプルなファッションとか、まあモード系ファッションとか、きれいめファッションする方にはちょっとぜひチェックしていただきたい一品になってます。一応ハレルヤのホームページの方の人気ランキングにも食い込んでるアイテムになるので、レディースの方だけじゃなく、今日はメンズの方も最後までよかったら見ていってください。ということで、本日もよろしくお願いします。はい、でまずは外装からちょっとレビューしていこうと思います。このバリアス使っている革はハレルヤでは定番のプラップレザーを使っております。使ってるとやっぱり色がこう変わっていく、エイジングっていうのもして、あとはちょっと傷がつきやすかったりするんですけど、擦ると傷も目立たなくなるっていうのが特徴になってます。で、ちょっと大きさなんですけど、この横ですね、この横幅がだいたい22センチになってます。で、この縦ですね、縦がだいたい12センチになってます。で、こちらの奥行きですね、この奥行きがだいたい 3.5 センチです。まあ、横幅は長財布とそんなに変わらなくて、縦がちょっと長財布よりも大きくなったかなっていうサイズ感で、まあ、これがねちょうどいいんですよ。持ちやすくて中めっちゃ入るっていうサイズ感で、すごい絶妙な設計になってます。あと、この横に金具がちょっとついてて、ここには付属でついてる同じプラプレザーを使ったストラップを付けれるようになってます。一応参考画像はこんな感じで、ちょっとレディースの参考画像になるんですけど、まあ、ショルダーにしていただいたり、あとはあの別売りのハンドストラップとか付けていただくと、ハンドバッグとしてもお使いできます。で、メンズの方はね、こうクラッチバッグみたいな感じで、こうそのまま持っていただくっていうのがおすすめです。はい、じゃあちょっとこの後中身入れながら、ね、内装の方を見ていきたいと思います。はい、じゃあ続いて内装の方を見ていこうと思います。こちらも作りはこうかぶせの蓋が1個あって、それを開けていただくと、中がこんな感じで大きく2部屋に分かれております。まあ端っこから見ていきます。こちらね、結構こう街を取ってて大きくガバッと開く設計で、こっちの部屋にはカードポケットが6つついてます。で、このカードポケットもこうピタピタの設計っていうよりかはちょっと余裕があるので、こんな感じでスムーズに収納することができます。革財布とかってカードポケットなかなかピタピタで収納しづらいっていうのがあるんですけど、こんな感じでスッと収納することができます。で、この大きく開くフリーポケットは、もうレシート入れていただいたり、お札入れていただいたり、もしスマホとか持ってる方はこうやって入れていただいても OK です。もう一つの大きい部屋の方もかなり街が取られてて、ガバッと大きく開く設計になってます。で、こちらも片面にはカードポケットが6箇所、片面はカードポケット4箇所になってます。こっちのカードポケットもちょっと余裕がある設計になってるんで、そんなにこう苦なくさっとカード収納したり出したりすることができます。片面がこっちがカードポケット4箇所なんですけど、ここにフリーポケットが1つついております。なので、まあ絆創膏とか、まあ、ちっちゃいなんか小物とか収納するときはこのフリーポケットをご利用ください。はい、こんな感じでカードが全部で16枚収納可能です。これだけでも普通の長財布よりもかなり大容量で、まあ、カードケース別に持たなくてもいいんじゃないかっていうぐらい収納できます。ここにお札を僕は収納するので、今回ちょっとお札10枚用意しました。もうこんな感じで10枚ぐらいだったらもう全然余裕で収納することができます。で、ここからです。個人的ナンバーワンに輝いたこのバリアス、何が良かったかというと、この一番外のこちらのポケットですね。このバッグ部分、ここがもうかなり便利で、これだけ街を取っててガバッと大きく開く設計になってます。で、ちょっと私物で申し訳ないんですけど、ここにちょっといろいろ入れていこうと思います。まずは、まあちょっとミンティアとリップを入れまして、シガレットケース、大きめのライター入れてみます。もうこんな感じでね、めちゃくちゃ余裕なんですよね。だから小物収納するにはもうぴったりのスペースで、で、ここにスマホも入れちゃいます。これ iPhone SE なんでちょっと小ぶりなんですけど、 iPhone 14とかでも全然入ります。で、最後はここのフラップでボタン止めていただいて、ちょっと、ね、入れ方工夫しないとこうポコってなっちゃったりするんで、ちょっと整理して入れていただくと、あれだけ入れても全然こう収納できちゃうんですね。で、ここにボタンが2つついてて、これは中の容量に合わせて止めるとこ選べます。こんな感じで引っ張りながら止めると収納できる設計になってます。で、あんまりこう膨れてブサイクになるなーって方は、もうスマホ出していただいて、小物とか収納して入れていただくと、もう全然余裕で蓋できて、見た目もだいぶ変わりますね。
こんな感じで中に物入れるほど持ちやすくなるんで、まあクラッチバッグみたいな感じで結構こう楽に持つことができます。であと最後はこの背面にもこうポケットが1箇所ついておりまして、ここにはまあこういうパスケースとか名刺ケースとか、まあ、すぐ使うカード類とかをこう入れていただいても全然入ります。まあちょっとめんどくさいなって方はもう IC カードとか裸でここに入れていただいて、でこのままタッチでピッとタッチ決済したりとか電車乗ったりとかっていうのも OK です。なのでもうこれ一つあればもうかなり便利で、収納力あるし荷物少なくなるしっていうのでむちゃくちゃ使いやすいです。あ、ちょっと忘れてました、ごめんなさい。このお部屋の真ん中にあるファスナーがコインポケットになってます。でこのコインポケットもこうガバッと大きく開くので結構収納することができます。まあ、ちょっと出し入れするときがねちょっと深いんで、そこだけもしかしたらちょっとネックかなっていう部分もあるんですけど、まあ、それでも大容量なのでとにかく現金派の方にとってはかなり嬉しい設計になっているんじゃないかなと思います。もう一度ちょっと全体見てみますね。こんな感じでフリーポケットがあって、カードポケットがあって、真ん中がコインポケットになっていて、でもう一つの部屋がカードポケットとフリーポケット兼お札入れで、まあまたカードポケットとフリーポケットで、一番外のこのフラップ部分は大容量のフリーポケットっていう感じになってます。とにかく、ね、収納するとこが多すぎて逆に何入れようっていうぐらいになるんですけど、いつもクラッチバッグの中にお財布入れて小物入れてって知る方にはもうちょうど使いやすいアイテムかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ちょっとざっくりした紹介になっちゃったんですけど、まとめるとちょうどいいサイズで大容量で荷物が少なくて済む、しかもビジュアルがいいっていうね、そういったお財布バッグでした。カバン代わりで持っていくなら持ちやすいんでむちゃくちゃおすすめです。このビジュアルがねやっぱ綺麗にファッションとモード系ファッションとかに、ね、すごく合うんで、メンズの方はもうぜひ使っていただきたいですね。これ結構ハマると思います。バリアスの詳しい情報は下の概要欄の方に商品ページで貼ってますので、そちらからよかったら見ていってください。ということで本日の動画がいいなと思いましたらチャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。では次回の動画更新までお待ちくださいませ。本日もご視聴ありがとうございました。変わることを、愛せる人を、これからも楽しませたい。